三五一、以下先鉄小増州より、松平君さん松平君さん天命三年四月十八日は、江戸時代中期の終わり藩士、儒学者、地理学者。意味名は、修具も。字は、死流、陽名は、矢之助、太郎助、通称は、太郎右衛門。号は、君山の他に、竜銀子、不春三人、李院亭、無礼薫堂、高官座誌家主人。 終わり藩士、千村秀信の四男、母は、堀忘れ時の三女、松平久忠の娘、アエを正室としてその婿養子となった。名古屋にて生まれる。儒学者として知られる、堀安安の血を引くである母の影響で学問に励んだ。法永六年、その才能を見込んだ、松平久忠に壊れてその婿養子となる。ただし、八歳年下の妻、アは、 当時まだ5歳であったことから、正式に縁組が承認されたのは、その3年後の聖徳2年のことであった。教法2年に、藩主、徳川継友に配越を許され、同9年に、養父の死に伴って、医療300国のうち250国を相続して、馬回り組に属した。独学で、博覧狂気、十七歳頃から監視を作り、諸子百科からヤシに至るまで、 各種の蔵書を集めて、後に、法暦六年になって、李院亭という書庫を作り、蔵書千二百部余り、三千七百冊近くに及んだ。漢方二年に表した、年中行事古実行などが評価され、同三年に、藩の書物奉行に任じられて、以後三十八年にわたって同職にあった。延教三年に、藩名で、外祖,祖父忘れ時が編纂していた、朝林を、 ほい、健常氏、翌年には同じく忘れ時が編散していた、終わり藩主の敬譜を期した、四輪僧、ほい、健常氏、死戦地氏、岐阜氏略を表した。法歴元年には、金科学問書の講師を兼ね、同2年には、藩主、徳川宗勝の命で、千村博墨と共に編散していた、藩戦地氏、長州府死30を、治む戦してその功によって50国を数をされた。 さらに、同六年には、農用史略、同七年には、吉地シリング略を執筆する。続いて、領内の河川巡研の成果をまとめた、淳河日課、川巨図を作成した。明和七年には、監州、平和破棄州を観行。安永五年には、本造成果を表して、終わり藩における、本蔵学の宣伝をつけた。さらに、寛永元年と、 明和元年の二度の朝鮮通信使の名古屋滞在の際には、この角山、孫の南山と共に宿舎であった城下の成功員にて、会見を行っている。安永六年に、正室、阿炎が死去、同八年には、書物奉行としての最大の功績であった、馬場五文庫五蔵書目録を完成させている。これを機に、翌天明元年には、隠居を行うが、 長年父親を講師に渡り補佐してきた着男の、各山も病弱を理由に同時に隠居したために、孫の南山が家督を継いだ。二年後に死去した。生涯に、前述の書の他に、儒学の注釈書など、その著作は六十二種が伝えられ、この他にも、他人のための詩や序文、抜文が多く伝わる。特に、吉見幸和、横井家雄、太大田東桜と親しく、 岡田新河原多くの門人を育てて、その門流は君山学派とも称された。蔵書は天保年間に藩に献上されて後世に伝えられた。墓は聖光院にあるが、後に同時が名古屋市畜作に移転されたことにより、墓地の移転、改装が行われている。ありがとうございます。